どうも、皆様、こんばんは、すすです。今回はですね、Apex Legends の、こちらのキャラクター、ブラッドハウンドについてお話をしていこうと思います。基本的にですね、結構配信とかを人の見に行ったりするんですけど、それで結構なんか、その使い方するみたいな。いや、その使い方ちょっと、こいつの強み生かしきれてないんじゃないかなっていうところがあって、それの、弱いところとかも一緒にお話をしていこうと思います。このキャラクターというか、そもそもいろんなキャラクターを使ってたんですよね。このオールラウンダーっていうバッジを取るときに、8人の異なるレジェンドでダメージを2万ポイント与えるっていうことで、要は全キャラクター、まんべんなく使ってみて、2万ダメージぐらい使ってみて、それを使用してる最中に、スキルとか、いろいろ試してみて、どういう時というか、どういう部分がこいつの弱いところがあるかというお話をしていこうと思います。普通こういう解説動画ってですね、大体強みとかを解説していくもんなんですよ。で、基本的にブラッドハウンドは全部強いです。正直、説明するないぐらいに、もう本当にこの文面通りなんですよね。普通に強い。なので、逆に何が弱いか。っていうところをちょっとお話をしていきます。普通に敵が見えるとか、かなり強いところなんで、説明はほぼ不要かなと思いますので、使うだけで強いんですけど、このパッシブアビリティアルティメットのうちの弱い部分を理解してない方とかたまにいらっしゃるので、それをちょっとデメリットの部分をお話をしていこうと思うんですが、まずパッシブですね。パッシブは痕跡を見つけることができるなので、デメリットの部分は特にないです。これは普通に強いだけ。特にデメリットとかはなく、メリットの部分、強みしかないですね。正直これが。で、次、戦術アビリティですね。これとアルティメットにちょっと、厄介な問題を抱えている場合があります。で、戦術アビリティの、これに大きく分けて2つデメリットがありまして、それがクリップ交えて、ご説明したいと思います。アビリティを使用した場合ですね、基本的にドーム上に電波を発して、その中心にいるんですよ。なので、使い方を、誤ってしまうというか、タイミング次第では、場所がバレる。はい、これ。あそこの中心に敵がいるっていうことなので、2人をそもそもダウンさせた状態で、そこにいるということで、そこに行って倒す。ということで、居場所がバレます。で、2つ目がですね、スキャンした瞬間の敵が映っているということなので、これスモークの中とかが、スキャンでも見えるんですよ。この時アルティメット使っとけばよかったなと思ったんですけど、スキャンします。で、います。蘇生してると思って、撃ちます。そしたら、スキャンした時は蘇生してるけど、来てるのがバレたんで敵に移動されて、気づかずにやられてしまうっていう場合もあります。これが、2つの弱みの部分になってきます。はい。では、それではアルティメット編ですね。このハンティングビーストっていうのが、要はなんか特殊能力っていうか、このハンターになるんですかね。ハンターになるっていうか、どっちかとビーストになるのか。ビーストになったら、相手の足跡とか、相手がその煙の中にいようとも、普通にそこら辺にいようとも赤く強調表示されるんですけれども、これは、単純に音がでかい。変身してる時の音がめちゃめちゃでかいっていうところですね。近寄ってきてるのがもう丸分かりなんですよね。もう音ですぐ分かります。なので、強襲する場合、不意打ちとか、漁夫とかの時に、あそこら辺に敵いるな。じゃあ、ハンティングビーストあらかじめ起動して、不意打ちしようとかいう場合は、まず使えません。もうバレます。なので、戦って、最初に普通に銃とかで撃ってダメージ与えた後に、少し隙を見てハンティングビーストを起動させた方がいいです。むしろこれのせいで、バレて相手にちょっと移動したりとか、何かしらのスキルとか使われたりとかして、もう体勢を整えられる方がめんどくさいので、これを、その漁夫とかの場合にあらかじめ起動していく場合は、ちょっと注意した部分がいいのかなという感じ。普通にバンガロールとかが、今ピック率がめちゃめちゃ高いんですよね。普通に強いんで。で、その時のスモークとかが結構頻繁にたかれるので、その部分をこの投資できるっていうのは、かなり強い能力になってくるんですけれども、そういう音がでかいとか、で、戦術アビリティはさっき言った2つ場所、居場所がバレバレであるとか、スキャンした時の敵が映ってる。なんで少し過去の敵が映ってる場合もあるので、まあ結構、まあその強い効果ではあるけれども、ちょっとデメリットの部分も、デメリットっていうか使う場所とタイミングですね。どのキャラクターもそうなんですけど、全部使えないキャラクターはまずいません。ただジブラルタルはヒットボックスがでかいとか、そういう風にデメリットがあるだけで、全キャラクター、全能力、使えないキャラクターは一人もいません。で、そんな感じで、まあそんなかんやで、なんやかんやで、まあ、こういう能力とかはかなり全員強いので、まあ、とりあえず、一応できればこの9体は解説動画を作っていこうと思います。レイスは、まあ、この間最初の方に作ったんですけど、あとこの8キャラ、まあ今のでブラッドハウンド消えるんで、あと7キャラは、まあちょこちょこ素材が集まったら解説をしていこうかなと思いますので、それではご視聴ありがとうございました。ではですね、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いいたします。で、次も、次何しようか。次はそのクリップ集まり次第やっていくので、まあ、どのキャラクターをしようかなっていうのはありませんので、まあ、素材が溜まった時にぼちぼちやっていきますので、まあ、良ければぜひ次回の動画を見に来てください。それではまたお会いしましょう。じゃあの。